ヤホヤホしか勝たん。ヤホヤホさ、みんな結構使ってくれるよね。嬉しすぎ、嬉しい嬉しい、やったん。てかね、ショールームのね、直前っていうか、まあ20分前、30分前ぐらいまでちょっとだけ寝てたのね。そしたらなんか目がちょっと赤くなっちゃったけど気にしないでください。寝てたからってだけなので、ちょっと赤くなっちゃってる。ほら、でも大丈夫です。そう、なんかコンタクトしたままちょっとだけ寝たらちょっと赤くなっちゃって寝起きに見えない。本当結構寝起きなんだよね私今。なんか声あんま出てないかもしれないそうだから、ちょっとごめんごめんなんだけど、大丈夫、元気だから。痛くはないの？うん、痛くはない、大丈夫だよ。でも今日はちょうどに始めたね。うん、始めた。普通にまあ2、30分前ぐらいに起きてたっていうさあやしか勝たん、やったん。寝起きさあやしか勝たん、ほんと寝起きの私ですか。これなんて言うんだっけ、このなんだっけ、これ水族館にいるやつなんだっけ、これありがとう。え、なんかすごいいろいろあるんだね。え、ありがとうございます。すごい、なんか、え、そういうあれなの今。かわちい、たつのとしご、ありがとうございます。水族館的なあれなんですか今水族館的なあれなの今。貝殻、あ、貝殻もある、かわいい、ありがとう。海のギフトなの、あ、そうなんだ。人でかわいい、ありがとう。タッツの年をありがとう。ピンクのパーカーお気に入り、これマミーにもらったんだ、マミーに。なんかでもなんていうの普通にキャミソールでいたんだけど、普通にあのキャミソールだけど、なんか薄すぎかなって思って上に来た配信だからちょっと薄って思って来た。貝殻ありがとうございます。めっちゃ可愛かったよね、すごい。なんか凝ってもらった。なんか写真とかを見せるんですよ、いつもこういう感じでみたいな感じで見せるんですよ。私見せたのなんか全然なんか普通の感じだったんですけど、すごいね可愛くしてくれてめっちゃ嬉しかったそう、凝ってくださって嬉しかった。リボンもね2つつけちゃった昨日。私はね普段はなんかサメカツラの衣装のリボンって水色ピンク紫の3色なんですけど、私はいつもまあ紫をつけることが多くて、まあ、その次に水色かなとか、そういう感じなんですけど、そう昨日はピンクと水色2色使っちゃいました。後ろだったからそんななんかブリブリになんなくていい感じでした。大人な女性って感じでしたね。うん、そんな感じだよね、なんか髪型的にそんな感じよね。そう、もったいなかった、ほどいちゃうのが。お姫様固まった、お姫様だったやった、ありがとうございます。8ヶ月目に見た際は最高でした。え、嬉しい、ありがとう。成長してた私。水色と紫だと並みから、あ、そうじゃん、危ない危ない危ない。最後意外と乙女、あ、そういうヘアアレンジとか、あ、でも結構好きです、ああいうの大人っぽい感じだって。空き缶パンク、あ、そうだ、昨日空き缶パンク私くたばれの人だった。日替わりなんですよあれ、私でしたね。ポ
小西も完璧だったでしょ、笑っちゃった、ちょっと私が真ん中で踊るところあるんですよ、これで移動するんですけど、その時ちょっと笑っちゃった、プププって笑っちゃった、楽しかった、いつかサメカツナコは見に行きたいなと思ってます。ぜひぜひ来てください。次まあいつになるかちょっと分かんないんですけど、ぜひぜひ来てください、待ってます。成長しまくってます。やった、超嬉しいんだけど、やったね、嬉しい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 、やほ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 、嬉しいな、そうやって言ってくださるの。8ヶ月前ってことは12月、そっか、キャピキャピ、せやしか買った、ありがとう、ターイベントもあるから声控えようかな嬉しい、与えに来てくれてるんだね、ありがとう。昨日はゲーム勝ててよかった、そうだね、ゲーム面白かった、なんかねマイクパフォーマンスをやったんですよ、ゲーム企画で。マイクパフォーマンスにカタカナ禁止を追加した感じでやってました。そう、私勝てた、ま、勝てたんですよそう、勝てました。マイクパフォーマンスなんか新鮮だった、やったことなかったから。私はカホに、カホと勝負してって感じかな。でも2人ともカタカナ言っちゃって、そうだからカホが言ってくれなかったら私負けてたかもしれないんですけど、カホも言ってくれたから引き分けみたいな感じでした。そう、コパコパ、サイの変顔見たい、見てください。こんばんは、ツイッターインスタグラムフォローしました、ちょっとこいつも見せます。嬉しい、ありがとうございます、やった、ぜひぜひしてない方フォローしてください、ツイッターインスタグラム。さやだけゆめちゃんに褒められたの、きれい、わかるゆめさ、そう、褒めてくれるんだよね、いつも私のこと。なんで なんでとか言ってゆめって褒めてくれるの、私のこといつも。なんか普通になんていうの、公演とかじゃなくてもうプライベートの時でも全然褒めてくれるんだよね。そう、なんでだろう、なんでなんだろう。そう、すごい褒めてくれてるんだよね、夢っていつも。ありがとう。でもなんかさすがにあの流れは、昨日の公演の流れは怒られるのかなって思ってこうやって逃げてたんですけど、褒められました、ハートありがとうございます。推しメンなのと言ってたね、うん、推しメンって言ってくれてる、やったね、嬉しかった。またね、公演やりたいですね、いつなるんだろうな、次。推しメンには甘くなるそういうタイプか。さやだけ得してた、わかる、いい感じになんか嬉しく終わった、昨日のゲームはね。さやもゆめちゃんが推しメンだよね、そうだよ、推しメンだよ、やほ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 、ハートありがとうございます。なんか爪ちょっと切りすぎたんだよね、ほら、なんかちょっと切りすぎた気がする。貝殻ありがとうございます。公園のね前に切ったんだけど
公演の前の日か切ったんだけどね、なんか親指だけ切りすぎちゃって両方みたいな。今ネイルしてる、なんか最近全然してないんだよね全然してないんだよね。そうギター弾いてると爪短くなる。うん、なるなるなる。なんか結局なんか短くていいかなみたいになっちゃうね。深爪、うん、なんか親指だけ深爪見せ方キモ見せ方キモくない？どうぞって言って、あれ始まりそう、これ異性のにーって。こんばんは、こんばんは、ハートありがとう、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 ありがとう。たーん、たたたーん、たた。なんだっけこの振り、あ、ドロンジらしいか。何踊ってんだろうって思った今。うん、ドロンジらしいか。たんたななななななな。こんばんは、こんばんは。恋を交し中。見張ってるのよ女の子と遊んでないかって。振りかわいいんだよなこれ。目が覚めてきたのか、え、どうだろう、覚めてんのかな。でもまあ冷めてるよ、普通にみんなと喋ってるし。あとね、昨日グッズをいただいたんですよ。開封しよう。じゃん、オーサムのグッズもらった。あとこの顔が最後し、あー開封するね。それでは開封したいと思います。開封っていうの、ドゥン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 、こっちか、こっち、こっち、こっちか。これさ、私じゃなかったら笑うんだけど、結構ドゥーン、あ、私でした、イエーイ、じゃーん。どうですか、じゃーん、私です。なんか同じ髪型しとるな今日。じゃーん、私です藤山ディスコ、トゥン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 トゥルルルル。久しぶりにセンス持ったんだけど、顔が、顔がキャーキャー。これオーサムのねグッズ、チャン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 。藤山ディスコ、ギャル、ギャルか、清楚でしょ、清楚清楚、めっちゃ清楚、ほら見てよ、めっちゃ清楚ゲットしました。皆さんまだ届いてないのかな、使ってね、こうやって風、風がフォーって来るので届くの楽しみにしててね。こちらとあとクリアファイルももらったんよね。開封しちゃうよ、見せちゃうね。じゃーん、こんな感じです。わし、わしの顔、同じ顔しようかな、同じ顔じゃない、どう？同じ顔してる、すごい。まあ私だもんねこれ。まあ私だからそれ同じ顔なるか。ちょっとすごいと思っちゃった自分で。
同じかほら。どっちがいい？まあ自分だから同じ顔になるよねそれ。ドアップで私の顔面、顔で遊ぶ。やだ。同じ顔で使ってね。これあと推しのポーチ、これこれももらっちゃいました。実物が好きですか？実物より顔、うん、大きいかな、大きくプリントされてます。じゃん、こちら川越最美味しいのポーチになります。開けていくとスポンジが入ってます。こんな感じです。ワニさんみたいな感じで、ここにつけられるの、このこことかピュッてつけられます。ここへスマホ入るかな？うん、入る入る、余裕で入るね、これ。入ります。大きさはこれぐらい。待って、でも手の大きさが違う、みんな。どれぐらいって言えばいいの？これぐらい。私の手のこれぐらいっす。わかんないじゃんね、そんなんね。どれぐらいだろう。でもなんかちょっと大きめなスマホぐらいか。うん、あ、日焼け止めぐらいかな。あ、これぐらいです、これぐらい、これぐらい、日焼け止めぐらいです。入りますよ、日焼け止め。スマホ入るね。入りました。サイルームはねゲットできてない。私これはゲットできた。使ってね、みんなって感じですかね。サイリウムは入らないかな。うん、うん、うん、入んないね、入んない。うん、わかりかねます。わかんないか。ペンライトホルダーある、これ、これかな。どういうこと、どういうやつ、ペンライトホルダー。写真見て遅刻。どんだけ見てんだよ。嬉しいけど気をつけてね。温泉、温泉いいよな。いいですね。いいね、いいね。さやもペンライト持ってんの？うん、持ってない。わし持ってないよ。サーヤは入る、入りますね、多分、多分入ります。持ってないのにケースだけあるな。そうそうそう、ケースだけもらったんだよ。嬉しいね。でも自分じゃちょっと使えない、びっくりじゃない？え、自分でみたいな、自分で自分をしてるんですかみたいな感じじゃない？自分をしやばいよね。交換しようか、誰かと。
あ、交換しようかな、誰かと。自分大好きマンじゃんね。センスとかもさ、これ使ってたら怖いよね。普通にプライベートでさ、なんか、あ、暑いねみたいな。え、誰って見たら本人っていう。怖いですね、それは。とても本人は怖いです。夢とこうか。ありあり。誰のが欲しい？え、みん全員の欲しい。やばい、 DD だ。全員の欲しいわ、私。自己アピール強し、それな。ゲルヒナがそのセンス欲しがりそう。確かに。それに関しては確かに。パーカーのフード、はい、これフードもある。どれくらいで気づかれるのかやってみてほしい。どうなんだろうね、メンバーだったらすぐ気づくけど、プライベート、え、知らない人にってことだよね。見てこないんじゃない、まず。だってまずさ、熱みたいな感じで一人でこうやってやってたとしても見てこないんじゃない。さあ、写真だと髪は明るく見えるね。うん、そうなんだよね。そう、写真だとね、明るく見える。ショールームだとそうでもなくない？暗く見える。なんかね、ショールーム暗く見えるの。なんで？おしちゃん、ありがとう。あ、人で、ありがとうございます。ピンク好きなの？うん、好きだよ。本人だって驚く、ほんと。こちら、涼しい。みんなはたくさん使ってください。まあ、なんかセンスは多分バレないけど、ポスター、あ、ポスターっていうか、このクリアファイルはか危ないかもしれないね。自分で使ってたらさすがにバレるよね。これはさすがに、これ私ってバレる、バレないのかな、どうなんだろう。学校とか、まあ学生だとして使ってたらさ、さすがにバレるよねこれ。普段使い、自分のはできないな。推しのはしたいけどね。危ない。危ないって、確かに危ない。バレるね、ちょっとこれはバレるね。自分大好きなんて思われちゃうからね。やめときます。自分ではオーディの SNGT おもろい。あ、本当？聞いてくれましたか。そう、オーディでもね聞けるんですよ。オーディでその前回放送されたその曲中の喋りとかほぼノーカットで聞けるので、ぜひSNGT 聞いたよって方もオーディでもう一回聞いてみてください。放送されてない部分が放送されているので、ぜひぜひお聞きください。オーディでもったいないのね、飾りは。飾ってね。カフェとかで川越さえ押しってポーチ使ってほしい。私がこれお財布にしちゃうとか。クシャリームから、オーディ聞いて、お、ありがとうございます。ぜひぜひ聞いてください。
かね、そういえばね、今日ちょっと寝てる時に夢見たんですよ。夢見て、なんかまあ多分いろいろ見てたんだけど、最終的になんかファンの方と握手会してる夢を見たんだよね。握手会してる夢を見て、でアラームかけてたからアラームで起きちゃったんだけど、そう、握手しててなんか喋ってて、それで起きた、アラームの音で起きた。トータイありがとうございます。そう、懐かしかったね。夢で握手した方、タッツの私はありがとうございますね。剥がされちゃったね、アラームで。お時間でーすって。懐かしかった。それはさやの夢にお邪魔したかった。みんなお邪魔してたから大丈夫だよ。自分の声の目覚ましだけ、いやいやいや、あ、なんか普通の通常のやつです。そういえばなんかおしゃべり会の時にその目覚まし時計届いたよって言われて、結構いろんな人に、その中でなんかその目覚まし時計ってさ、結構その自分の好きな曲にしてたとします。でもさ、なんかその目覚まし時計ってさ、その朝あ起きなきゃいけないっていう環境の中で聞くじゃないですか。だからそう、目覚まし時計に使えないっていう方がいた。そう、私の声で起きるっていうグッズなんですけど、使わないっていう方がいましたね。まあでも気合いになってほしくないからな。だから普通になんかそう、なんか目覚まし時計っていうか、なんか自分で楽しむようにみたいな、使ってますっていう方もいたね。だからみんなもちょっと嫌いになりそうだったらそういう感じにしてください。目覚まし時計でちょっと嫌われても私困るんで。寝る前に聞く、あ、寝る前に聞く、いいね。使えませんね。うん、気をつけてみんな。そう、目覚まし時計にすると結構嫌になっちゃうじゃん、その音楽とか。気をつけてね。こんばんは、こんばんは。目覚まし時計投げたらごめん、それは壊れる、もったいない。目覚ましなくても起きれる。強。嫌いになるわけない、本当。よかった。休みの日、あ、休みの日をいいかもね。確か休みの日ならなんか確かにいいかも。うん。まあ、もう30分過ぎちゃった。早い。今日はちょっとこの辺で終わりにしたいと思います。ランキング読みますね。よいしょ。13位から読んでいきたいと思います。13位、ホークさん、ありがとうございます。12位、ヤヘイさん、ありがとうございます。11位、星の子とアイさん、ありがとうございます。10位、ソルさん、ありがとうございます。9位、ダイさん、ありがとうございます。8位、イーティーさん、ありがとうございます。7位、先行魔術師さん、ありがとうございます。6位、さやママさん、ありがとうございます。5位、伊賀の藤丸さん、ありがとうございます。4位、発光 C さん、ありがとうございます。3位、かずやさん、ありがとうございます。2位、KO さん、ありがとうございます。1位は、エンドさんでした。ありがとうございました。パチパチパチ、ありがとう。ありがとうございました、皆様。今日も見てくださって、コメントもギフトもありがとうね。なんか可愛かった貝殻とか。
ありがとう。あ、ミラーボールもありがとうね。気づかなかった。ありがとう。ありがとうございます。ということで、私はメールを送りたいと思います。みんな待っていてください。あと、その昨日撮ってもらった公演の時の写真も載せるので、ちょっと待っててください。気づかないでセンス持って踊ってた。踊ってた、普通に集中して踊ってた。ありがとうございました。夢で握手会の続き見ます。あ、ぜひ続きは皆さんが見てください。ではおやすみなさい。ありがとうございました。今日もまたね。バイバーイ。